村木博士に1月29日隊は日本の航空自衛官である。山口県出身。第23代航空爆料長。現在は千葉県在住。満州父春に生まれる。父は陸軍軍人の村木八郎であり、爆撃機のパイロットとして野門藩事件に従軍していた。その後、東京を経て山口県萩市に移り、 小学校4年生まで過ごす。終戦後、父が航空自衛隊に入隊したことから、東京の高校へ転校し、父と同じパイロットを目指し1958年4月に防衛大学校に入学する。学生時代はバスケットボールに夢中になり、4年生の時には神奈川県のリーグで最優秀選手に選ばれている。膨大卒業後は航空自衛隊に入隊し、 幹部候補生学校卒業後は、念願通り、操縦過程に進む。最初の部隊勤務は、第4航空団、第7飛行隊で F-86F を操縦。その後、F、F-104 に、機種転換し、第2航空団、第201飛行隊に配属される。1973年3月から、初の中央での勤務となる空爆での勤務を経て、 1975年11月 F-4 に機首転換にし第2航空団第302飛行隊に配属された。1976年9月6日に発生したミグ25事件では302飛行隊飛行班の1任0 0人幹部として事件に対処する。その後は空爆で主に防衛畑を歩み56中行時には防衛班長として E-2C 部隊の新設や、ナイキ J の後継として、パトリオットミサイルの導入、基地防空部隊の新設などの業務に関わった。防衛課長としては、航空自衛隊国間部隊改編に向けた業務や、FSX 問題に関する日米、共同開発決定に関わる。また、空爆人事教育部長時代は、航空自衛隊の魅力化施策である。 翼計画21、空爆副長時代には、航空自衛隊の次の10年間の正教化を目指す、ネクスト1 0年プロジェクトに取り組み、1996年3月、第23代航空爆領庁に就任する。空爆長在任中には、日米の関係強化や日韓ホットラインの運用開始等に尽力し、1997年12月に退官した。 ありがとうございます。